さあ、まずは鬼怒川太郎さんにやってまいりました。ですが、はい、ちょっと今ですね、準備中ということで、その間をちょっとね、利用して、こちら面白そうなガチャを見つけたんで。関係ねえじゃねえか。はい、全く関係ないですけど、まあ、都内とかあるだろう。都内にもありますけども。いい加減でしょ。はい、いや、そんな怒ることがない。栃木も何も関係ねえだろ。一人で1000円。でも実際ちょっとやったことないじゃないですか。まあ、ないな。まあ、スクラッチとかはありましたけど、過去ね。ちょっとこれやってみようかなと思いまして。散々サマーズさんが引き倒したやつだろ、これもう。はい、そうなんですよ。戦前に。はい、戦前に。戦円ですね。これ。ゼリーじゃなくて円でいけるんですよ。パンちゃんにお任せ、はい、さあちょっとこれで引きの良さがね、うん、それぞれ出ると思いますんで。よし、はいな。パンちゃん1000円だけだよ。1000円だけなんですね。そうよ。どういう、さあ早速、これボタンは多分ね、どれでもいいんだと思います。え、まあどれにしようかな。好きなボタンを。じゃあこれに決めた。うんうん、もう一回な。尺取るな、だから。はい、壊さないように。あ、反応した。音がしました。ちょっと軽そうじゃなかった、今の音できる。さあ、どう、あ、前、もうな、抜き出して、あ、やったー、何でしょうか。スマホの iPhone ケース。よいしょ。あ、なんかおー、レザーケースいいじゃん。しかもなんかちゃんと女性色で、確かに ね、ピンクパンダに似合いそうな。これ結構元取ったんじゃないの。もう1000円だったらね。1000円ぐらいか。ただその自分のスマホに合うかどうかもね。あ、そうよね。そう、確かに。一応な、 L サイズ対応って書いてあるけど。L ってなんだろうな。ざっくりだな、 L サイズ。スマートフォン全機種。全機種全機種。いや、あるでしょ。全部いける。合う合う。でもギャラクシーシリーズ、あー、はい、iPhone はダメかな。ダメだったのね。もしかしたら、ほうほうほう、うん、パンちゃんは iPhone なんだ。パンちゃんは iPhone よ。パンちゃん iPhone 言わねえよ絶対。光ってるところか、ちょっとね、光でね、見えづらいですけど、ここら辺は光ってます。オッケー。ママ、老眼大丈夫？老眼じゃないわよ。女子コース、サタン。老眼、フーフーってだ。ちょっと。やられてるからもう。私、サタン、ミラクルと被ってんのよ。全然思いつかなかったこれ。老眼、夫婦。私の番。私の番だから、ちょっと。今、ビーネルさんの番だから。サタン、サタン、サタン、ミラクルまで行っちゃってたんだから。サタン、ミラクル行け。その続きから。サタン、ミラクル、スペシャル、ウルトラ、スーパー、メガトンパンチ。覚えたな。パンチでもないけどね。さあ、おマスター、さあ、あ、なんだ、おっきい、おっ、おっ、ロビー組み立てる前のロビーじゃない。そうそうそう、まあまあでけえぞ。かぶってる、あ、違う、あ、財布じゃない。財布、財布だ、財布。いいじゃん、結構いいじゃん。うん、あ、いいじゃない。財布なんですか、財布。じゃあ、最後野沢さん行きましょう。あ、ほら、ほら、ほら、うわ、早い、早くて見えない。なんてスピードだ、早すぎる。何かが一瞬光ったようにしか見えなかった。さあ、その野沢さん、お、箱ですね。あ、箱だ、ちっちゃいぞ。さっきより少し振った感じは、振った感じは、いや、いや、でも分かんないですよ。分かんない、今は分からんぞ。まあまあ大きさでいいやん、ドラゴンレーダー入ってるな。大きさ的にはドラゴンレーダーだな。そう、中身は何でしょうか。え、なんだ、天然石コレクション。何それ、なんか急に経路が変わったのさ。なんでこれ天然石コレクション。天然石、宇宙から持ってきたの。ティーガーアイ。ティーガーアイ。ティーガーアイ、よく分かったな今ので。さあ、改めて鬼怒川太郎さんにやってきました。あ、ご主人ですか。はい、そうです。あ、本日お願いします。あ、よろしくお願いします。太郎さん、太郎さんですか。太郎、はい、あ、どういったお店なんですか、こちらは。あのね、本来はね、正面にね、はい、ラーメン屋があるのよ。ラーメン屋さんありますね、はい、で、ラーメン屋が本職なんだよね。 あ、そうなんですか、そうなんです。本職の方はラーメン、ラーメン、そっちは本職、うん、はい、でだけどもラーメンだけじゃダメだから、はい、ね、まあ、はっきり言っちゃうんですね。ラーメンだからダメだから、ダメだから、はい、演歌を歌ったの、はい、演歌も歌った。ラーメンが先で、え、演歌を歌った。いや、先は演歌なんだ。先は先だ、演歌。はい、ところが売れないから、はい、とにかくじゃあラーメン屋やろうと思って一生懸命頑張ってたわけ、ね、でラーメン屋の前にちょうど空き地があったから、はい、ここを借りて、おで、まあ、じゃあ、大久保の新大久保のハットク
今若者の人気だ。やっとやろうってことでやってんだよ。したらそれが売れてる。おやっぱりゴリゴリの便乗じゃないですか。オリコンに入ってるんだわ。今回は鬼怒川太郎さんのお話で15分いきます。マジで地獄だな。地獄地獄。地獄ではっきり言わないよ。鬼怒川太郎さんのお話で地獄だよ。だからそうでもね、ちょっと気になったのが後ろね、ポスターこれ太郎さんか。これね、そうなんだわね。めちゃめちゃ若くないですか。若い。今10年前10年前嘘つけ。10年で嘘つけ。嘘精神と時の縁なんないか。よう出てくるな今日。はい、もう出てこれないぐらい入ってそう10年で随分、はい、えところが演歌は年を取るほど味がある、はい、なるほど、なるほどね。やっぱ年を取ること、はい、じゃあ、うん、ちなみに今も現役で当たるわけ。おおこの間、はい、竜王祭りがあったわけ。竜王祭りが、はい、すごかったね。すごかった、うん、俺が鳥を取って。あ、鳥すごい。大鳥のね、うん、やった。その大鳥の前に誰が歌ったと思う？大鳥の大鳥は目ですか？あ、わかったわ。純烈。いや、言っちゃうよ。言うなよ。クイズ大会始まったから。ボケボケポイントだとか言いろいろと。まあまあ純烈。純烈がその前に。そう。純烈の後。あと、まあ大鳥だから。鬼怒川温泉の太郎だから。さすがだ。いろいろ純烈も都合があって4人来なかったの。リーダーしか来なかったわけ。あ、でもリーダーがでも来たんですね。で、純烈さんが、酒井君が空のマイクロフォンを4本立てて本人がやってたわけだ。まあ歌はな。さあそれで終わりました。ところが、はい、終わった後に撮影会をやりますと。ね、リーダーが、はい、やっぱ写真撮りたいんですね。写真撮りたい人がいたりするから、じゃあ今日も雨が降ってますからホテルのロビーのちょっと前渡しで皆さん撮りましょうねと。この後は地元の鬼怒川太郎さんが歌いますからねと、そこまでは言ってくれたんだよ。そしたら俺もみんな残ってくれると思ったら、どうもありがとうございました、さあ鬼怒川太郎さんですよと言ったら、じゃあと笠井君についていった。そんなことはないですよ。そんなわけはない。雲の子散らすようにもう。そんなわけはないぞ。あの鬼怒川太郎さんですか。俺もちょっと気になっちゃう。あそこのね、はい、写真上がってるじゃないですか。あそこね、鬼怒川太郎さん、はい、めちゃくちゃ人も集まって、ね、全然いねえじゃん。よくあの写真貼ったな。ジョイマンさんの営業の時のツイッターでたまにあげるやつ、ジョイマンさんが、はい、これはそうですね。ちょっとワンフレーズ、うん、ね、せっかくなんで、ね、やっぱここまで言ったら間違ったな。ハルムちょっとワンフレーズ。どうやら無事に人生半ば夢見た娘の花嫁姿。よっぽいよ。岩井だけって言った。岩井だけ、今のが岩井だけですね。いいね。で、今回なんかいただけるということなんですけど、しまくりで、しまくりで先に進めるんですか。あの、編集でガッツリ言ってます。はい、鬼怒川太郎さんです。全部だ、全カット。キヌ、じゃあ行こう。はい、あ、でも美味しそう。バーベキューですかね。バーベキューよ。はい、キヌで、野菜はこっち、野菜はこっち、野菜はこちらで、はい、はい、え、こっち、そう、お肉はこっち、油が落ちるわけじゃないんですか。よし、あ、確かにそうです。逆だと思う。でも、紀元山みたいなばらまき始めたけど。違うんだ。霜降りです。レポっぽいですよ。レポっぽいよね。そう、真似しなさい。じゃあ、親子ですね。ウーロンです。やめてやめて。キヌすごいな。サバイバルと思って、うん、ここまでのマロニエール前話のフリーザよりもう喋ってるんですか。確かにフリーザ様よりかはね、焼けたんじゃないの。すごいよ、ほらもうね。あんちゃん、ボト、ありがとう。ボトおかしいでしょ。太郎さん、ボケたから今めちゃめちゃしないで。ボケ太郎、ボケ太郎、ボケ太郎。じゃあすいません、いただきます。いただきます。はい、いやでもね、美味しそうですけども、どうですか皆さん。何よこれ。あ、口の中が油でいっぱいになっちゃうね。油、あの褒め言葉じゃないからね、それね。はい、まず美味しさを言って。口
ジンナムが油でいっぱい。まずマイナスから言うっていうね。ちょっと待って、俺も確認しなければ。太郎さんもちゃんと確認しなければ。熟女同士の熟女とところとろけるわ。自分のやっぱね出したお店のね肉ですからね。とろけるの、うん、入れ歯が外れない、うん、入れ歯が外れない。太郎さんもまあまあ下手だな。ビール飲みたい。JK ですよね。ダメですよ。あ、ね、はい、やばいわね、うんうん、野田さんが案してあげた方がいいんじゃないか。案してあげようか。普通逆なんですけどね。ね、ご本人さんにこんなこと絶対頼めないからな。当たり前だよ。確かに。みんな頼めないよ。はい。いやだだだだ。すごい。口ここだから。いや、ダチョウさんのくだりやるんだったら、もっとなんかいろいろないと。いろいろないと。いやいや、まあまあまあ。はい。だから熱いから、熱いよ。いや、まず、メガネやめてよ。もう最悪だよ、もうこれ。メガネユーザーとして一番最悪だと思うよ、これ。落ちないからね、ほんで油って。最悪だよ。大丈夫だろ。大丈夫じゃねえわ。はいはい。出ました、ハットル。来た。出た、出た。新大久保の、はい、新大久保の、はい、鬼怒川でも食べられるんですね。山も越え、うん、谷も越え。服部君ですよね。服部君です。俺でも初めて食うな。あ、服部君。どうなの？これあれよ、ケチャップとマスタードと砂糖つけて食べるのよ。あ、砂糖、はい、そうなのよ。さすが一番若いから。あ、あるじゃん、あるじゃん、はい、せーの、あ、親子で。お、あ、うまい。おお、うまい。甘め、なんよこれ。あ、チーズがビヨビヨよ。ビヨビヨよ、ビヨ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 よ。やばい、味を言って。これちょっと DB 芸人の中でも一番下手くそ。いや、そう、パンちゃんね、まあ、まあ一応ね、10歳ですからまだ。すごいよ。はい、ビーテルさんどうですか。こっから伸びる。こっから伸びる。いける。伸びないの。全然伸びない。なんで？ちょっとやって。パンちゃん。え、食べ方？これ結構コツがあるのかな。え？おお、そう。あ、上手。すげえ。これはいいと。サムネに絶対使ってよ。サムネに。そうですね。伸びますから絶対に。なんで伸びないんだろう。やっぱり女子旅って最高よね。キャピキャピ。ちょっとなんか無理してる感あるんだ。サムネちょいとか。サムネ出る。俺らのことか。いや違います。どうでもいいけどすごい揺れてるわよ。あ、パンちゃん。見ろあれ。おんぱいぱい来たぞあれ。おんぱいぱいの。おんぱいぱいあれ来たな。クリーム、ママみたいに熟してるわね。なにをこれ。早く見てもらおう。ウイさんをかたどった。あの頭。ウイさんの頭っぽいけどね。